皆さんこんばんは。今日は7月の4日水曜日、ボギーチャンネル、私主催の日本のコロ参議院比例第4支部支部長のボギーテレコンでございます。まあこの放送もそうですね、開始しまして今日で1310回目の放送でございまして、いや1000回以上もやったなんてちょっと信じられないなと思っております。まあ、主に、この日本の国防の最前線であるこの沖縄の状況をですね中心にいろいろお伝えしておりますが、やはりね私も一応、はい、国政支部長でございます。あの国全体のこともやはり考えないといけないということで、まあ、特に私の方は教育やあと防災減災あと救難などについて、まあ、沖縄が担えることを、まあ、どんどん提案していこうということで、まあ、自分なりに研究はしております。はい、まあ、時には厳しいご批判もいただきますけど、やはり沖縄が沖縄でしか担えないことを誇りを持って担っていくという、そういった、県民性をですね今後やっぱり作っていくためには、恐れずに正論をやはり言葉として紡いでいく必要があるんじゃないかななんてね思っております。さて、今日はもう本当に夕方から久しぶりに青空が見えたんです。まあ、なんていうんですか、4日ぶりですか。まあ、沖縄ではですよ、梅雨入り宣言した途端に晴れまして、梅雨明け宣言をした後に、梅雨のような雨が降るという非常になんていうんですかね、まあ、気象台をはい、からかっているような天気が続きまして、まあ、大きな被害は今回の台風その雨では出ていないんですけど、まあ、沖縄本島北部の、まあ、今帰仁城址という、まあ、城郭の石垣が、まあ、崩れたぐらいでございまして、まあ、大きな被害は出ていないようでございます。また台風見学で海に行ってね波にさらわれたという人もいないですし、やはり普段から消防や警察が一生懸命そこのところを訴えたりパトロールしている効果が出てるなと思っております。さて、今夜のボギーチャンネル、そうですね、まあ、最初はあのちょっとイベントのご紹介の後、まあ、いつもの沖さよの方々のお話、まあ、そして、ピッピキピーなお話などをね織り交えながらいろいろやっていきたいなと思っております。まあ、そんな中で今日最初の話題、これ特に関西圏に行ってる人たち、はい、関西圏に、ね、おられる方々にちょっと、はい、できればご協力をということで、はい、杉田水脈さんを励ます会 in 関西が、今回開催されます。あ、カータンさんどうも、ニラちゃんありがとうございます。徳のタイプ、チェリーブラッサムさん、山田五郎さんこんばんは。はい、真由美さんもお見えですね。はい、英吉さん、それから中指姫を観察するかい。中指姫ですね。ありがとうございます。それからカルガモさん、英吉さん、中佐。はい、中佐、いつもいつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。それからラプテンさん、それから、黒海軍交渉さんに今夜の中年さんもお見えです。ニラちゃんありがとうございます。メロモさんからニラ束、ホワイトさんからはもうニラちゃん、ラフテンさんとジュンクさんから特納ニラちゃんいただいております。はい、それから、はい、カータンさんからも機関銃により連発ですね。はい、それから山田五郎さんからガバガバ計算で3年と半年っていうことで、そうなんですね、もう 3年間なるんですよね。はい、榎本さんどうも、榎本さんにニンニク注射を打たれたこのパソコン非常に調子がいいいいんですよ。はい、あれから、いやー不思議なもんですね、この榎本さんのニンニク注射かなりこのパソコンに効いてますよ。
はい、デイスイミミズさんこんばんは。宮城さん始まりはいつもニラということで、いつもいつも、あ、小杉さんどうも、はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。いつかね、小杉さんも沖縄に来た時には出ていただきましょうかね。あのニラスムージー飲みながら、はい、マッキーさん、ネベルさんこんばんは。ヒロさん、エドさん、シンマンさん、ゴルキさんもこんばんは。いや本当に今日も愛国秀さんもお見えで、ズケちゃんもお見えですね。リルリルキトさんもこんばんは。こでございます。フミミさんもお見えでございます。今日もたくさんのね、気心知れた仲間たちと一緒にお話をしていきたいと思いますけど、さて、せっかく話をしていたのにちょっと飛ばしてしまいましたけど、はい、この杉田水脈さんを励ます会 in 関西っていうのが今回、開催予定になっておりまして、これ日時が7月の14日なんですよね。はい、これちょっと拡大してみたいと思います。いや、杉田水脈さんっていうとね、前回の参議院選挙でニコニコ大討論で私水脈先生と一緒に出て言いたい放題させていただきましたけど、その方が今国会議員なんですけど、本当になんか光栄ですよ。はい、私もいつかああいうところに行くと妙さんとかみたいに、はい、あと和田先生みたいにバンバン行っちゃうのかなと思いますけど、まあ、沖縄のパイオクにとってはたまらないでしょうね。自分たちが取り囲んで、あの暴力を振るった方が国会議員とかなってたら、これは痛いですよね。はい、だから絶対に貸したくないと思います。今回のこのイベント、この杉田水脈を囲んで夏の暑さを吹き飛ばそうということで、一色先生のお話もあります。一色さんとはあの今まで何度かお会いしまして、一緒にあのお酒も飲んでいろいろ聞かせていただいたことがあるんですけど、ただ、これ参加費は1万円ということでね、私たちにとってはかなりの高額ではございますが、まあ、場所も場所ですし、まあ、水脈先生を励ます、まあ、一つの支援も入っていると思えば、まあ、どうにかできるかなと思いますので、ぜひ行ける方は、これネットを検索しますとすぐ出てきます、詳しいのはですね。はい、これどん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 またご協力拡散の方お願い。そう、榎本さん懐具合がががががなんですよね。はい、一色さんすごい方ですよ。はい、いやー、しかしおかしな、そう、水脈先生おかしな連中狙われてますよね。和田先生もね、なんで元日本の頃関係者っていうのは、山田博先生もですけど、みんな国士なんですよ。はい、国士だからか分かんないんですけど、いろいろ狙われてるのが非常に、はい、私見てて歯がゆいんですけど、やっぱりそういった部分はみんなで応援してあげようかななんてね、思っております。さて、今夜も早速いろんなお話から行ってみたいと思いますけど、まあ本当にバカバカしいニュース本当にやっちゃいました。はい、沖縄タイムズさんから、これ米軍トップを刑事告発、この前は告発する予定だったんですけど本当にやっちゃったんですよね。名護市佃の榴弾事件、照屋議員ら密室の故意を指摘ということでございまして、このね、北部名護市の農作業小屋で見つかった銃弾、その件でね、全く被害も受けてないような人たちが、それも社民党の県議、国会議員、はい、そして名護市議らが頑首揃えまして、いや本当にもうなんていうんですかね、国にとって、害悪しか及ばさないような人たち。まあでもこの照屋監督先生、なんと私の木曜日のラジオ番組ワンヌウムイに2度出演していただいて、平和についていろいろねお話をしましたよ。はい、とっても意気投合したんですよ。国会議員っていうのを除けば本当に面白い高校やじいさんなんですけど、国会議員の資格をね振り回すと途端におかしくなってしまうということでございまして、いや本当にテルカン先生大丈夫ですかね。
まあ、私もこの平和についての自分のヒロさんズバリですね、あの平和についての自分の持論があるんですけど、まあ、そういったのを話しますとテルカン先生すごいあの感動しまして、あの君の平和への思いは実に素晴らしいと、僕たちと一緒にやってみないかと社民党にお誘いをまあ受けたんですけどね、はい、受けたんですよお誘いを。すると、もし僕がね、社民党に行ってたら、社民党は多分極右政党に、いやそうですね、まあ多分私一人の毒で、かなり赤が青になったんじゃないかと思うんですけど。あ、桜井さんどうもこんばんは、んこでございます。はい、いやそうですね、テルカンさん、いやいや HK さんは絶対誘われないですよ、彼は。はい、いや私がでも本当に誘われて社民党に行ってたら皆さんどうなってたと思いますか。はい、あの社民党に染まることは絶対なかったと思いますよ。ラフテンさん、そうですね、フグ毒もしかすると日本のリベラルがまともになってたかもしれないですよ、日の丸掲げてね。はい、海外ではリベラルとか左翼っていうのは自分の国の国旗兵器であげますけど、日本の左翼って絶対にあげないじゃないですか、ここに映ってるような人たちはね。そうですね、社民党沖縄だけが離脱った。いやもう本当に言ってたら、でも本当になんか漫画とか作ったら面白いでしょうね。はい、まあでも行きませんでした。あのはっきりとあのお気持ちは非常に嬉しいんですけど、多分あの思想的に全く逆の方向にいると思いますということで、はい、丁重にお断りを申し上げたんですけど、はい、山田五郎さん基本的に私は左翼。そうですよ、ここに来てるメンバー右翼なんて誰もいないですよ、みんな仲良くですよ。はい、この国が大好きで、この国をねもっともっと発展させたいと思ってるだけで、極左から見ると右翼に見えちゃうということでありまして、はい、まあそんな方々なんですけど、とうとうね警察に訴えたと、刑事告発をしたっていうことで、まあ弁護士が持ってきてますんで警察は受け取らないといけないと思いますけど、さあこれどうなるんですか。はい、これ手話部のね司令官、はい、司令官と、米兵、はい、それから四軍調整官というと沖縄の米軍のトップですね、それと手話部の司令官と、はい、それから名前がわからない米兵、誰が撃ったかわかんない、この3名を殺人未遂と器物損壊で告発ということで、はい、殺人未遂と器物損壊だそうですよ。いやーすごいですね。だったらこの人たちぜひ北朝鮮もね、拉致で訴えてほしいですよね。拉致、そうです、テルカンさん本当は弁護士ですよ、沖縄弁護士と言われている弁護士でございます。復帰と同時に試験を受けずに、まあ、沖縄の琉球政府の時代に弁護士をやってた人は自動的に弁護士を取ったという方でございまして、まあ、その古き良き時代の生き残りでございます。はい、いやしかし殺人未遂と器物損壊ですか。いやーこれどうなんでしょうね、まあお前言うでございますと、まあ、これ被害者の方が何にも言ってないので、被害者が気にもしてないようなのでどうなるんですかね。はい、当然ながら実際に被害を受けた方が被害届も何も出さないんであれば、これはもう成り立つものではないかなと思うんですけど、まあ最近社民党さん沖縄では共産党に押されまくってちょっと影が薄いという中で、特に尾長知事は共産党べったりですし、はい、
そして色を出しすぎたらオール沖縄のね、いわゆる元保守系の企業たちに逃げられましたし、いやもう本当に踏んだり蹴ったり、そんな中でちょっと存在感を示そうということでやったんですかね。あ、カルガモさんはっきり書いてるじゃないですか。不詳のね、北朝鮮工作員と、はい、金正日を拉致で告発しろと。そうですよね、北朝鮮のね工作員をねやるべきですよ。はい、いや本当に笑わします。まあどうなるか、まあ多分茶番だと思いますけどね、あの皆さん生温かい目で見守っててやってほしいと思います。まあ生温かい目といえばやっぱりこれですよ皆さん。はい、これ実はおとといなんですけどね、あ昨日か、はい、7月3日正午、まあちょっと雨がちょっと小康状態の時に、名護市辺野古の米軍キャンプシュワブでは本日2回目の搬入、工事車両を入れ前と、市民らがスクラムを組み抗議をしましたということでありまして、いやこれってねとうとうマリンアウトおじさん両手に花と、両手にサトシさん、その通りでございます。サトシさんはマリンアウト電柱見たことありますかね。いや台風でね片付けも大変な時に、ようまたこんなことやってられるなと思うんですけど、この、信念を貫く男の表情、なんとも言えないですよね。はい、もうそれも先頭に座ってですよ、機動隊員とねやり合ってるということでありまして、いやまさにあっぱれ。はい、嘘よこれってきたいや私はちょっとこういうことできないんですけど、これ親戚とか孫が見たらどう思うんですかね。もうねこの方は本当にオキパ用の一つの目印みたいになっちゃってて、どこに行ってもいるんですよ、目立つんです。はい、そしてそうですね、カータンさん、アウ先生両手に花ということで、でもこの凛々しい、はい、信念に満ちたこの顔、いやーあっぱれですよ本当にね。セイラさん、そうですね、あのこういったのラフレシアとか、まあ呼んでる人もいましたけどね。はい、女性に優しい宮平さん、野郎に厳しいマリンアウトおじさんということで、特に私には厳しい、ちょっと見かけただけでデッドコーンと大声で叫びますからね。ここにオスプレイファンクラブの会長がいますってか大声で叫ぶんです。みんなポカーンとしてますけど、はい、私あのジュゴンのシャツつけて手振ってたんですけどね。はい、そしたら平和運動センターの、幹部に、はい、追っかけられましたよ。すごいですね、平和っていうのは意見の違う人、はい、追っかけるんですから。そうです、知事選挙、稲嶺さんよりこの人が出てきた方が怖いのか面白いのか、絶対に面白いと思いますよ。はい、まあでも本当に腕組んで両手に花、ベルさんその通りでありまして、ぜひ静かな余生をね過ごしていただきたいなと、ね、私正直に思ってますよ。はい、まあ、それだけじゃないんですよね、相変わらず、まあ、おきさえの方々、これ今日なんですけど、元部長の塩川湖、はい、これ辺野古は東海岸、これ塩川湖っていうのは西海岸なんですよね、名護の北、車で約20分ぐらい、そこにある採石の積み出し港なんですけど、そこで今日集まってまたね積み出し用のトラックを妨害しています。集まったのが、確か何名来てましたかね、2、30名集まったと思いますよ。この運ばれる黄色の仮面かっこいいですよね。はい、いやすごいですよこれ、港でこんなしてね M 字開脚で運ばれるなんて本当に
一生の不覚だと私思うんですけど、すごい絵です。本当にどうなってるのかなって思うんですけど、本人さんたち何とも思ってないんですかね。はい、どのような感じで邪魔してるかと言いますと、こうしてね、船に、砕石を乗せようとした車の前に飛び出しまして、さっきの黄色い方が映ってますね。まあ警察はこれを排除します。排除してもまたその手を振りほどいて、またトラックの前に入っていきます。なぜこんなことをするかというと、逮捕しないから繰り返すんですよね。とっとと逮捕してしまえばそういったことできなくなるんです。はい、こうして、トラックの前に集まりまして会見を挙げています。人数は 1,2 そうですね 1,2,3,4,5,6,7,8 やっぱり20名いるかいないかぐらいなんですけど、こんなされちゃうとね、本当にトラックってのは通れなくなってしまう。そう、黒海軍交渉さんのおっしゃる通りね、不思議ですよ。こんなことね、トラックの前にこんなことされてもね、逮捕されない、逮捕されない。どう思います皆さん。これだったら、ね、多分県外だったら、威力業務妨害で逮捕ですよ。ところが沖縄ではね、そばに移動させて終わりで、移動させるとまた警察官の手をねすり抜けてまた前に入ってくる、これの繰り返し。本当に警察官の方々かわいそうですよ。で、今の写真見てわかるように、うるま市具志川って書いてますよね。うるま市具志川、わざわざこの地元の人じゃないんですよ。こうしてね、うるま市からわざわざここに来て、それも救助、憲法を守れと言ってる連中がね、法律守らないという。そして警察はこれをね逮捕しない。いやー、もう完全に私これアウトだと思っています。そしてその反対側の辺野古のゲートのところでは、午後3時頃ということで、なんか午後3時頃に民族派の街宣車がここをね通ってて、彼らにかなり厳しいことを投げかけてたっていう話も聞いてますけど、はい、市民が40名、すごいですね、40名も集まるんですよ皆さんね、こんな台風の片付けでみんな忙しい時に40名も集まってね、仕事もしないでね、何やってるんですかと。一平総さん、いつもありがとうございます。はい、そうです、ラプテンさん全く反対側です。車で多分1時間ぐらいかかります。いやー、もう本当に理解できない。そしてね、元部港塩川地区の抗議行動でダンプカーを足止めした報告があり、市民だから歓声が上がりましたと。これどう思います？これ新聞が載せるような話ですか、これ、ね、違法行為をしていることをね報告をしたらみんなから歓声が上がったっていうことで、大丈夫ですかこれ。本当にね、これ異常すぎるなと思います。私はだって違法行為をね新聞社が煽ってるようなもんじゃないですかこれ。はい、私本当にこれね聞いてて驚きますよ。はい、そして集まってるのはこんな感じ、すごいですね。いっぱい集まってますね、雨の中ね、雨の中、何名、2,4,6,8,10,12,14,16,18,30名ぐらいいそうですよね。はい、山田五郎さん、市民確保、ただし沖縄県民ではないと。多分この方々の6割7割が多分沖縄県民、2割が県外の人たちだと思います。今日はね、まあ顔を見る限り、はい、そうです。榎本さん、取材記者がねバランス感覚を失ってると。でここにね、アレス VP さん500人、はあ、マッキーさん、カラフルな人たち、雨がっぱですからね。はい、いやー、それが豊かな心さん、はい、ニラありがとうございます。もうシェリーさん、もう警察予算ないんですよ、人もいないんですよ、応対できない。はい、そうですね、影数えて30人ということで、まあこんな感じで思いっきりたくさん集まっておりました。まあ本当にこういったのもね、何度も何度やっぱり繰り返しています。で、
今日ここに来てる方々の中で、例えばあのカータンさんとか中佐とか他にもね、あの沖縄に来て私たちと共に現場に立った人たちいっぱいいますよ。あ、バクモトシさん、どうもニラ多分ありがとうございます。あの私と一緒に見た光景をやっぱ覚えてると思うんですよね。車の前に飛び出す、暴言を吐く、威嚇をする、そういったことをしても全く逮捕されない、はい、されないんですよ。で車の前に堂々と飛び出してですよ、あのまるでねチェッカーフラッグみたいに旗を振っても検挙されない。だから彼らはこう言うんです。警察も認めてるでしょうと、これがねダメだったら私たち逮捕されてるでしょうと、私たちが逮捕されないっていうことは警察も私たちの抗議行動を認めてる証拠なのよと言うんです。つまりね、警察の生ぬるい対応が彼らに正義を与えてる、正義を与えるからさらにね業務が煩雑に、まあ、なっていくっていう悪循環。でも警察は捕まえたくなくて捕まえないんじゃないっていうことをぜひ皆さんにご理解いただきたい。この警察に指示を出す、ね、ずっとずっと上の部分があるんです。そこがあの大ごとにするなと、極力あのよっぽど悪質でない限り逮捕までは持っていかなくていいということでね、釘を刺してるすごい上の部分があります。まあ言いたくても言えないです。誰っていうのも大体分かってますけど言えないんですよ、これもね。だから警察官動けない。それに沖縄県のトップが尾長知事、下手にねあの彼らを刺激するようなことをやって告訴されたら一審で負けたら終わりですよ。だって尾長知事がねあの知事でいる限り警察は控訴できないんです。何でもかんでも県民感情に配慮してっていうことでね、あの控訴を断念してしまう。すると一審で全部、火災とかで一審で全部決まってしまうんですよ。そんな中で警察官がね自分の、仕事、なりわいをかけて、未来をかけて、昇進をかけて仕事できるかって絶対にできない。本来であればね、兵隊のやっぱり名誉と命を守るのは指揮官の仕事なんですよ、どこでもね。だから私も前に会社の役員してる時には、社員は家族でありね、それを守るのは私の仕事だっていうふうにやりました。あの私前はタクシー業なんですけど、お客様から言われのないね因縁をつけられて、あの国土交通省の、まあ、出先機関の総合事務局から、あのお宅の何々っていう運転手が、あの歩行中の散歩中の女性の犬の、ね、犬にぶつけてそのまま逃げてった、そしてすごい顔で睨みつけたっていう話もあって、私呼ばれました。まあ呼ばれる前に当の運転手さんに話をしたら、ちゃんと離れていましたし、睨みつけるなんてやってないですよと、ね、専務がこれ犬好きだから、私たちもね犬についてはもうすごい気使ってますよという答え。私は役所でね向こう見え切りましたよ。うちのねあの社員の何々さんは犬にね当てたことは一切ないと言ってます。変な目つきで睨んだこともないと言ってます。もしねあなた方役所がその被害者の立場に立って弁護士のように振る舞うんであれば、どうぞやりましょう。裁判でも起こして構いませんよ。その代わりあなた方負けた時はねきちんと責任取ってもらいますからねと。うちはね社員の生活と名誉を守ってるんですよと、ふざけんでくださいと噛みつきましたよ、ガンガンね。すると役所の担当官、いやいやあのテレコンさん、そこまではもういいので、やらなくていいので、あのもう注意でいいですから、注意で、あのはいもう大丈夫ですって言って返されました。すんごい剣幕で最初ガンガン怒られたのに、帰る時はもうニコニコして、あのはいもう大丈夫ですって言われた。こんななんですよ沖縄の役所っていうのはね、はい、だから言うべきことははっきり言うっていうことがやっぱり必要だし、組織のトップはやはり自分たちのね配下にある、社員そして兵士をねやっぱり守る覚悟はないといけない、ね、兵士をね
守る覚悟もない人間が県警の、ね、トップ、ね、県知事なんかやってるから現場の警察官士気も上がらないんですよ。だから今度の県知事選挙はね、ぜひ保守側は候補者をねやっぱり一つにして、確実にこの県政を取り戻すことをやっていきたいと思っております。そしてネットの中で私があの、あるね候補者を応援してるっていう話が出回ってますけど、いやだって尊敬できる政治家の一人ですから応援はしますよ。だけどね、私のところにはあのこの方だけではなく、それの、ね、対立候補と言われてる人も書き込みしてるんです。それもありがとうって書いてるんですよ。これが何を表すか。私は決して偏った応援するつもりはない。あのきちんと決まったら決まったで全力を尽くして県政奪還のために力をね尽くしたいと思ってる。だから候補者に対してエコひいきはしません。まあそういったことも分からずにね、薄いことを言って知ったかぶりをするような人たちもいますけど、現場にいないと分からないこともやっぱりたくさんあります。はい、あのネット情報だけで下り顔で、あの県知事は誰、那覇市長は誰、宜野湾市長は誰なんていう人もいますけど、本当にナンセンスな話でね、お前現場に来て現状を見ろと言いたくなりますけど、あえて一つの意見として受けたまってはいますけどね。まあでも私も前線のね一兵卒として、やはり情報収集、それをまた上に上げることで、まあ、この沖縄の正常化を図ろうと、やっておりますし、また、私を慕ってこうして来ていただいている皆さんも同じように沖縄を取り戻す、日本を取り戻そうという、そういった思いでやっぱり歩んでいただいている。その中の多くの人たちが私と共にこの沖縄の青い空の下で、彼らの真正面に立つものの負なんですよ。まあ、そういった人たちのためにも私は普天間の思いで、そしてそういった人たちはやっぱり守る、そのね何があっても守るというその覚悟を持って、これからも言葉を紡ぎ行動していきたいと思っております。ということで今夜のボギーチャンネル、こうやって終了させていただきます。しかし新年の男マリンアウトおじさん、敵ながらあっぱれだと思いますよ。私もあの方ははっきり言って尊敬してます。馬鹿になんか全然してません。あそこまでできる人はなかなかいないなと思います。はい、ということで皆さん、あのぜひね沖縄に来た時には私と一緒にこの、あちら側の、モノノフを一緒に見に行きましょうね。決して見せ物ではございません。本当にあの彼のその頑張る姿を見て、あすごいねと、いくらあっち側でもあっぱれな人がいるんだねっていうことで思いを共有していただければいいかなと思っております。ということで今夜のボギーチャンネル、今夜で終了させていただきます。また9月頃に沖縄でバーベキューでもやろうと思ってますんで、詳しい日程決まりましたら、公表します。ぜひ、格安航空券でもいいです。とにかく来ていただいて一緒にみんなで大騒ぎしましょう。ということで明日またお会いしたいと思います。ありがとうございました。